はい、おはようございます。金曜日の、朝7時半過ぎですね。で、昨日は、夕方到着して、バルコニーから海の眺めたりとかしまして、やっぱちょっとね、ほぼ一日移動でしたんで、ちょっと疲れちゃって、泳ぎには行かず、そのまま、ちょっと外をね、眺めながらのんびりしました。なんでホテル全体の探索は、今朝ちょっとね、始めましたね。まずちょっとコンビニで、ね、何が調達できるのかなと。これはチェーン店ではなくって、ビッテっていう名前の、お店で、7時半から夜の、10時までやってますね。うん、で、オーシャンリゾートに必要なものをね、一通り売ってます。うん、ビーチサンダルとか、日焼け止めとか、日焼けした後のなんかローションとか、あと食べ物もね、菓子パンとか、おにぎりはなかったけど、おにぎりはなかったけど、なんだ、なんだっけ、あ、すみません、カップ麺とかね、カップ麺とか、あとレトルトの、カレーとか、ご飯とか、普通のコンビニよりも割高 1.5倍みたいな感じですけど、売ってます。それで、だからあんまり食べたくない、あんまりそんなに、そのがっつりさ、そのあ、すごい影が映っちゃってがっつりと、すごい、そんなお腹空いてないとか、あるいはそんないっぱい食べて太りたくないとか、そういう場合はそういう選択肢もあるにはあります。ただ野菜はちょっと、野菜っぽいサラダっぽいものはとりあえずさっき見たときはなかったかな。はい、それでね、それで、この辺ね、フロントとかレジャーカウンターの前に置いてあるその無料の情報誌でいろいろもらってきましたね。で、意外とさ、こういうところについてるクーポンとか、なんか割引券とか、そういうの使うと割安くいけますね。で、ちょっとこれをね、部屋に持ち帰って、ちょっとざっとね、見ようかなって思ってます。で、こちらは、屋外プールですね。で、営業時間は、9時から6時と。今の時期、ビーチも同じですね。そして、はい、ちゃんとね、日本の観光をね、敷いてます。はい、こちらが舞浜ビーチです。うわ、蝶々がね、待ってて、あそこに橋がいくつかって、あれは何橋かな、あとでちょっとチェックしますけどね。綺麗にね、保たれてますね。ここはこの東急ホテルのプライベートビーチですんで、宿泊者だけが使えますね。入れますね、このエリアはね。あ、すごい綺麗じゃないですか。これは綺麗だね。綺麗です。4年前石垣島に来た時、なんか個人のね、割と若いご夫婦がやってる B&B っていうのかな、まあそのちょっとペンションっていうのかな、みたいなとこに泊まったんですけど、そこの前もプライベートビーチになってるって、プライベートビーチってかほぼそんな感じだったんで、泊まったんですけどね、そこに。あ、でもね、ものすごいね、
ペットボトルのゴミがものすごかったですね。で、なんか中国語とかで書かれてたものが結構、あったかな。で、いや、そのね、私、そのさ、環境問題長年、携わって仕事で来た。んで、そのプラスチックゴミの話は、いろいろね、いろいろそう、なんていうの、政策レベルでね、なんていうの、取り組んできたんですよね。実感したんですね、その時。だけど、ここは全然落ちてない。さすがやっぱさ、東急のプライベートビーチだけあって、だからやっぱそういうのはやっぱりちゃんとした、ちゃんとしたって言ったらあれだけど、その大手のがちゃんと開発管理してるとこってやっぱいいね。いやー、ちょっと今日はね、午前中ウミガメのシュノーケリングツアー行った後、ここでちょっとね、泳ぐの楽しみにしてます。で、この辺は、ビーチ出たとこですね。このうっそうとしたさ、熱帯雨林みたいなものがちょっとさ、その散歩もね、楽しめますね。虫とかはどうなんだろう。とりあえず今のところ何も刺されない、ないですね。で、この辺は特にさ、匂わなかったけど、さっきコンビニの前から中継ね したときね、のっけからその話っていうのもなんだなと思っちゃったんで、今なかったんだけど、なんか、ちょっと変な匂いがしたね。あれは何だったのかな？ちなみにこっちの右側のオーシャンウィングだっけ？の方の、5階だから6階で、5階、6階建てで5階ってことは、まあまあ高層階じゃないですか。やっぱりだから、ゴールデンウィーク明けで、そんなにものすごいハイシーズンをちょうど抜けたところだから、そういった意味でもいい部屋が取りやすいっていう、そういった意味でもいいですね。んで、昨日からさ、ここでなんか何売ってるのかなって気になってたんだけど、かき氷とか売ってますね。そうですか。あ、綺麗ですね。あ、おお。で、グラスボート。この辺も。なんか底から、船の底から、お魚が見えるみたいなツアーも出てますね。やっぱ綺麗ですね。わざわざ宮古島をめがけて、来る理由は分かりましたね。もしかしてさ、そのヒルトンハワイアンビレッジの プライベートビーチと比べても綺麗かもしれないね、もしかしたら。それで、天気予報、今日は最高気温が28度なんですけど、今何度かな？そんなにいってないですね。多分26度？ 5 度ぐらい？で、ちょっとね、ムシム、そんなすごい、ものすごいムシムシじゃないけど、ちょっと蒸すなっていう感じ？蒸すなっていう程度？だから、ちょっと水の中入りたいっていう感じになりますね、すごく。ちょうどいいんじゃないですか？これがさ、この7月、8月のね、近年の地球温暖化と私あえて言いますけど 温暖化とね、夏は特にあえて言いますけどね、もうね、
東京出るときでさ、気象庁が発表してるね、公的なデータね、それで38度とか言ってるわけじゃないですか。熊谷40度とかさ、そうなってきちゃうとさ、その家出るのも、家出て羽田まで行くのもさ、すごくないですか。あ、この木もすごいね、それだけでもうなんか熱中症で倒れちゃうっていうか、冗談じゃなくさ、んで、まあ、何、そのヒート、なんだっけ、ヒートアイランドじゃなくて、あ、ヒートアイランドか。その、ビル風じゃないけど、そのビルが たくさん立ってることによる、その東京湾の風を防いじゃうっていうことで、都内が余計暑いっていう現象が、あるわけだけど、まあそういうのはさ、こういう離島にはないと思うんですけど、高いビルっていうのはそもそもないからね。だけど、ああ、でもほら、台風の恐れがあるじゃないですか。台風の恐れ。だから、いろんな意味で、まず第一に、お値段が、割とリーズナブルになっている。んで、丸二として、ハイシーズンを抜けてるから、混んでない、そこまで。だから、いい部屋が結果取れる。んで、台風がない。で、晴天率高いってことで、やっぱり、5月の連休明けの今ってのはもうベストだと思いますね。ベストだと思うわ。今何時だ？あ、もう8時ですね。9時に集合なんで、ちょっと部屋に行って、ちょっとね、お茶でも飲んでさっきの情報試着します。はい。バスの方に